本校では、上水道へ水を供給する施設を中心に説明する。汚水を処理する施設に関しては、下水道及び浄化層の項を参照のこと。一般に、都市では安全な水道水が大量に求められるが、浄水場は、その要求を満たし水道水の供給というサービスを提供する水道システムの根幹をなす公共施設である。都市近郊では生活排水や、 産業排水などによって水源の水質が低下する傾向があるが、浄水技術の向上によって水道水の品質を確保している。また、正常な水の供給によって伝染病の発生を防ぎ、公衆衛生を保つ機能も担っている。浄水場は環境から採取した水を浄水道の形で利用可能にするための施設である。水源の状態や求められる。 水質安全基準などによって、施設の規模は異なるが、日本には、おおむね中水道は存在せず、各消費先へと送られる水道は、調理や飲用を前提とする上水道であるため、飲料水として安全な状態にまで水質を改善させる機能を持つのが一般的である。単純な沈殿や、ろ過の過程では、固体としての性質を持つ、不要ないし有害な物質が取り除けるものの、 水溶性の有害物質は除去できない。このため生科学的手段ないし科学処理によって溶け込んでいる物質を凝固させて取り除く浄化を行い、最終的に塩素やオゾンといった有機物や化学物質と反応しやすい物質を使って殺菌する工程を経て送水される。ただし当然ながら、その機能には物理的な限界があり、万が一処理可能な範囲を超えて、 異物や有害物質などが混入した場合処理することはできない。このため浄水場の多くでは、取水時と浄水施設の各段階における水に含まれる化学物質や微生物の監視を絶えず行っており、安全基準を超えるような問題が発生した場合には、浄水施設の機能点検や管理強化、それでも対応できない場合には、水の供給を止め、 水質汚染の被害が拡散しないようにするための安全装置としての役目もになっている。露過地における処理方法の違いにより観測露過と急速露過に分類できる。一般的な急速露過方式を用いた浄水場の処理過程を一家に示す。取水塔のような取水施設によって自然環境から水を浄水場に取り入れる。このように取水口から取水された水は減水と呼ばれる。 鎮射地減水には砂や土が含まれるため、鎮射池に導いて緩やかな流れの途中で、沈殿させることでそれらを取り除く。取水塔や鎮射地での減水の流れは自然な勾配によって作られる。鎮射池から流れてきた減水は、取水ポンプによって組み上げられ、着水位へ向けて送水される。着水位は、減水にとって浄水場での最初の水槽であり、 送水されてきた勢いによる減水の圧力変化を抑えて以降の過程へ向けて水位を一定に保つ役割を担う。凝集剤注入設備では水に混ざっている細かい砂や土などを沈めるため着水から出た減水にポリ塩化アルミニウム等の凝集剤が注入される。凝集剤が加えられた減水は薬品混和圧でよく混ぜられる。フロック形成値では業種剤の混ざった減水を ゆっくりと攪拌する。フロックとは、それまで水に浮遊していた、細かい砂や土などが、凝集剤の働きでより集まり固まりとなったもので、ある。フロックが作られることで、砂や土などの粒子が、比較的大きくなり、沈みやすくなる。沈殿地に導かれた水は、静かな流れの中で、フロックが沈められ、砂や土が、水から除かれる、塩素注入設備では、 アンモニア体窒素や鉄などを取るため、沈殿地から出た水に塩素が注入される。繊維は園内のろ過チロ過地によって、砂や砂利の層で水を越して、微細な粒子状のものを除く。二つ目の塩素注入設備で、消毒のための塩素を入れる。排水池にきれいになった水を溜めておく。送水ポンプによって、排水池の水を給水所に送り出す。水は、各排水場、排水池へ、 排水管を用いて送られ、各家庭や施設へ給水される。昭和中頃の大都会では、減水の劣化や周辺環境の悪化に伴い、ゲオスミンやにメチルイソボルネオールなどを原因とする水道水の臭みが問題化した。昭和40年代の東京においては、特に顕著で、江戸川の水質悪化を受け、従来の活性炭処理では、歯が立たず、一時はカビ臭く、犬も飲まない。 中水道以下の水と酷評されるに至った。この事態を受け、東京都水道局は平成4年に金町上水場においてオゾンによる高度浄水処理を開始、加えて江戸川上流の下水処理能力を向上させるなどした結果、その質は飛躍的に向上、さらに塩素処理を加えたボトルウォーター、東京水が市販されるにまで消化した。 東京以外の各地でも高度浄水処理の導入や減水地域の環境保全は進んでいる。美味しい水道水の実現には浄水場の機能向上が必須ではあるが、周辺環境の向上も不可欠な要素である。日本の浄水場は、県営、市営、町営、村営などの運営形態があり、県営浄水場で浄化した水を市町村営の浄水場や排水場に排水する。 アメリカ合衆国では、1990年代から民間委託が進んでいるが、アトランタのように民間業者の過度なコスト削減が、水道料金の上昇や水質の悪化を招き、公営へ運営形態を再変更する揺り戻しも見られる。河川水や故障の水源の水質低下だけでなく、地下水も水位低下や土壌汚染が起きる危険性がある。 環境から水を得る施設である浄水場に対し、下水処理施設は環境に水を排出する施設である。両者に適用される安全基準には差があり、また適用される法令等も異なるが、下水道から排出される汚水が環境破壊しないよう、一定水準まで水質を改善させるという点においては共通である。ウェブ浄水場見学業種沈殿池。 大阪市水道局2014年10月23日閲覧東京都番水安全計画東京都水道局 P272014 年10月23日閲覧仙台市水道局水安全管理対応マニュアル仙台市水道局 p 九、2 0 1 4年10月23日閲覧 ABCDEFGHIJ コード62から63ページ 行動、54から55ページ行動、64から65ページ、行動、66から67ページ行動、68から69ページ、行動、70から71ページ水、新発見、浄水場の仕組み、備蓄用2リットル入り、東京水を限定販売します。東京都水道局、2013年11月5日閲覧、 米国アトランタ市の水道事業民営化と再公営化、ありがとうございます。